はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MRZ さんですね。よいしょ。はい、あのバルサセット1ケース40箱ですね。はい、まあ、一応あのそこ置けない、でかいんで、はい、ということでここに置いて、開封してここに置いて1個ずつね、開けていきます。よいしょ。で、箱を開封して、パック取り出して、でサインのとこだけ見せてくれればいいということで、サインとシリアルのとこね、後ろだけね。はい、じゃあ一番、まあ、手前の列から、列の順で、もういい加減ですよね、これね。トップさんのもうちょっとちゃんとやってほしいなと思いますね。ね、まあ忙しいっていうのと、あとオミクロンが結構やっぱり流行っちゃってて、ヨーロッパの方とかはもうかなり混乱してるということで、やっぱ出勤してる人数とかも少ないらしいんですね。まあ向こうはもう検査検査検査ってありますからね。はい、ということで、パックからカード取り出して後ろのとこだけ見せてくださいということで、そうですね、まあパックのちょっと開けるのはちょっと丁寧にやって、はい、でここですね、パラレルですね。はい、まずはピケさんで、ちょっとあの時間かけてやります。ちょっとあの受けきれないので40個このレギュラーカードの山を受けきれないので、まずはピケさんの40シリですね。でこのレギュラーカードの山なんですけど、あの一つ一つ、はい、入れてここに戻せばいいかね。はい、で2個目、パラレル、はい、アローホどっちですかね。はい、これが275ですね。ディフェンダー、うん、はい、3つ目、これでここだけこうやってやった方が早いですね。うん、ルーキーですね、バルデ君のサブセット。75シリですね、うん、ルーキー。
ルーキーのパラレル、まあ平均的に見たら、で手前をこう見せればいいですね。はい、4つ目。あ、またバルでか。はい。これは何シリですかね。275だ。はい。バルデ君が連続。バルデ君はフォワード？あ、ディフェンスなんだ。ほお。ね、ミスレーね。まあ、大体というか、まあ今回の場合は一番後ろにサインがあるとというパターンっぽい感じですよね。ゆうべの時はね、パラレルの前に確かいたような気がしますけど。パープル、デヨング、アウェイキット、あ、3人映ってるんだ。なるほど。あ、少ない。15シリ。これ何？パープルですかね。うん。あ、ペドリもいるんだ。デパイとデヨングとペドリ。まあ、一応届きましたらこちらの方もご確認いただいて、はい、1、2、3、4、5、6箱目。275。うむちち。はい。ですね。はい。で、7。あ、ペドリだ。はい。ペドリの99。212に彼は2年目になるんですかね、カード上は。はい。
で、これで8。パラレルですね。はい、ブライトウェイワイテ、ブライスワイテ、違うだろうね。はい、75シリ21番。あ、そうかそうか、彼が91年生まれなんですけど2020年デビューって、バルサのデビューだよねっていうね。フォワードなんですよね。はい、これ、あ、はい、これで9。デパイですね。これは色がないから通常ですかね。よいしょ。はい。275。はい、ここで一列目ね。ちょっと待さあ、どうだろう。あ、あ、2枚だ。1枚。サインだ。誰だ？ちょっと待ってて。ニコくんだ。はい。ルーキーマークついてます。ニコ・ゴンザレス。ニコですって書いてるね、これね。サインが。ニコですっていう。ねえ。はい。いいサインですね。かっこいい。3-250ですね。うん。これどのくらいかな、俺4ヶ月前ぐらいに店長聞いたんですよね。あ、もっと前だな、半年ぐらい前だな。その時には初めはセットで出すっつって予定してたんですよね。半年、そのメッシが入団移籍する前の時ですね。うん、はい、ニコゴンのサイン来ました。この辺ちょっと、その時に、あ、パラレルも来てるんだね。誰だ、アルバさん。その時にワンボックス100万ぐらいでしたね。そういう話があって、メッシオンカードだったら全然売れんじゃないですかっていう話をしてて、で移籍しちゃったのでね。でも初め150シリのサイン以下ぐらいで考えてたの250になってますから。はい、で1列目終わりました。で2列目。はい、とりあえずね、あのオッズ通りで10分の1でトレーサインが来てくれました。まあ昨日も PB でね、2箱連続サインかっていうのもあったから、まあ
ランダムに適当に突っ込んでるんでしょうけど。はい、11箱目、うん、誰だ、アルバさんだ。さっきパラレル出た方、モーメンツ99種だ。99はこれピンク、いや、わかんないな、はい、ね、この最後のルーキーの2個ゴンだもんね。2個ですいや、覚えましたね、これね。ニコくんはフォワード？はい、淡々といきます。ルーキーだ、アレックスくん、ミッドフィルダー。結構 RC は、あ、でも3枚目か。まあ7箱1ぐらいなイメージですから、275、うん、じゃあバルデくん一つ、ちょっとこっちかでしょ、ね、発送間に合うかな まだ半分いってないんだよなはい、ちょっと待って、お、サインだ、おお、2枚目来ました。はい、バルデ君、バルデ君だ。はい、サインが2枚目来ましたね。どうしようね、ピケさんの写真かっこいいけどな。まあサインを置いてきましょうか。でパラレルはブツケスさん、ブツケスさん275です。今のところ10?4 箱で2枚か。5枚ぐらい出てくれるといいですけどね。まあ一応、まあ4枚乗るまで出ればという感じですね。はい。ホームキットのバルサ。3人ですね。ベテラン勢。275。ですね。このカードですね。よいしょ。これで15。これで15。
ガビのサインもしくはパラレルね出てくれるといいですけどね。あ、いいのか。で、こうだね。お、40シリ。あ、アルバさん。さっき初めの方に出たよね。そっか、パラレルがあるから、そっか、同じ選手のデザインで被るのかね。ほら、ここの中の色だね。そっか、そうなると、まあ、ガビが重なる場合もあればかすらない場合もあるってことだ。あ、なるほどね。今んとこ3。あ、横型です。デパイ、デパイの75。よいしょ。まあ片付けながらやってるんで、開封し終わっちゃえば梱包早いかなという気はするんですよね。手足提言ですね。よいしょ。275。これが18ですね。19、20。あ、ルキだ。はい、ユサフ君かな。デミールさん。99の9番。はい。まあ、ルキなんで、ここに置きましょうか。これで3人出たね、ルキね。で、これ19。デヨング、デヨングですね。デヨングの275。
はい、ここで20です。まあ今のところ2枚出てますんで、オッズ通りといえばオッズ通りですね。デンベレ、はい、デンベレの275、はい、はい、で、30に入ります。よいしょ。バルデクのオレンジだ。20シリだ。はい。20シリの8番来ました。バルデ。いいっすね。うん。状態もいいね。いいっすね。うん。バルデくんサーブセットだったから。ルーキーの方に。これで22です。後半戦です。こっちの方がいいかな。誰だ？ピケさん。ピケだ。はい。ピケさんの275。誰だ？手足提言ですね。これもノーマル275ですね。いや、40箱ってなかなか開けることありますね。40ですもんね。メッシーなくても普通にあの3位のセット形式のやつで良かったと思うんですけどね、自分は。デパイですね。うん、デパイの99。
ラレル来てる。サインだ。はい。誰だろう。レングレット戦。レングレットさん。はい。クレメント。クレメントね。ディフェンダーの選手。150ですね。これノーマル？ああ、人によってやっぱちょっと違うんですね。だからベテラン勢とか当初予定のまんまでっていう感じなのかな。で、ルーキー勢が250で作ったのかもしれないですね。若手勢。なんかそんな気がしますね。うん。そっか、20か。サインが3枚目。あ、はい。ユサフ君のパラレル来ました。パラレルとサイン。ね、いいですね。これは275。ルーキー、まあいいか。全部まとめて。はい、サイン3枚目ですね。あとポンポンとこう2枚出ないかな。5枚出ればいいよね。まあ4でもあれですけど。4でもいいですけど。コウチーニョですね。これは275かな。そうですね。はい。コウチーニョパラレル。これで今26ですね。うん。で、これ27、うん、静電気か。はい。お、40シリ。あ、ルーキーだ。はい。ルーキーが結構コンスタントに出てますね。ケース開けても4枚、5枚、6枚、6枚ぐらいか。まあ、でも、ノルマはクリアしたかな。はい。アレックス君の40シリです。99年生まれですね。うん、スペイン。はい。よいしょ。これで28。これ3枚目？ 2 枚目？はい、75ですね。で、29。
今度はプツケスさん。このシリーズ多いな、パラレル。これは275。275、275。はい。はい、これで30です。まあ、サインが3出てるんでね、早いとこ4枚目出て店長は安心したいです。とりあえず4出たと。はい、これレジェンド、はい、ローランドさん275。よいしょ。はい、で、よいしょ、最後の、はい、1列、はい、出る、よいしょ。さあ、あと1枚サインをとりあえず早々に出したい。デヨング、はい、これ275かな。そうですね、275。で32。あ、ガビだ。はい。ガビさんの275ですね。はい。うん。ようやく出ました。ルキー一通り出たかな？パラレル。6人まで出てるか。ちょっとダブリもいますけどね。まあ、50枚セットのうちの、まあ、ワンケース開ければ40枚パラレルが出るので、ちょっと待ってください。まあ、出ないケースも普通にありますよって感じですもんね。アルバさん、はい、これグリーンか、グリーンがだから75でいいんですかね。そうですね、はい。ベースアート40、なんか生産数の調整であれなのかな。そろそろ出てください。4枚目。
ブツケスブツケスアルバ、ブツケスアルバちょっと多いですね。75シリ、あと6箱ですね。手足定義99ですね。これパープルでいいですかね。よいしょ。はい、残り5箱。早めに出てほしい。こっちかな。よいしょ。デスト、デストのグリーン75の10、今2番。はい、よいしょ。あと4箱ですね。すみません、レギュラー、レギュラーも40個だと片付け大変ですね。まあこのままもうね、眠らすのがいいかもしれないですけどね。ガビ君は即戦力系なんですかね。まあサッカー選手も早いですもんね、なんか回転が。はい、あ、スタジアム、はい、スタジアムの275かな。そうですね。はい、あと3箱です。よいしょ。よかったです。4枚目出ました。デストさんですね。よいしょ。これで4枚目。ああ、100シリ。これパラレルじゃないもんね。人によってやっぱりかなり、やっぱ若手勢が250書いてて、で、ベテラン勢がまあ人によってっていう感じでしょうかね。100枚限定。
ですね。11番カレニ、はい、ということで、バルデ君ちょっと一旦、はい、サインは4枚出ました。パラレル、パラレルはピケさん、はい、通常ですかね、275ですかね、そうですね、はい、ということでサインは4出ましたね。あと2箱あります。この2箱で積もったら、ありがとうございますどうですかね、よいしょ、はい、あと2個ね、さあどうですかね、あと2つ、あと2歩で積もれるかな。でも昨日2箱連続サイン出たのあったのね。店長、じゃああれケースはパカッて開けて順番通りやってますんで、同じ列に2つね、こっちに入ってる場合もあるということで、はい、あ、ルキーだ、あ、これで揃ったかな、はい、オスカー君、オスカル君、ディフェンダーの選手、うん、99ですね、さあラストです。これが40箱目、さあどうでしょうか、お、5枚目、よかったよかった、はい、積もりましたよね、え、ありがとうございますって画面越しに見ました今はい、ラスト、やっぱちょっと多め、まあ1枚多め、多かったっていうあれですけど、手足で、うん、250なんですね、角換わりは最高っすね、はい、ということでサイン5枚出ました、ね、サイン5です、はい、お、プイグだ、プイグパラ275、うん、はい、ということでサイン5出てね、1枚プラスみたいな感じ、やっぱりそう、生産、まあサインもちょっと増やしてって感じなんでしょうかね。まあ5出てよかったです。よいしょ、はい、ということでパラレルは全部ね入れました。はい、ローダーはサービスでいいです。よいしょ、でサインがルーキーにベテラン3枚ですかね。ちょっとガビのサインは出ませんでしたが、まあサイン1枚プラスということで、はい、こちらの5枚でした、はい、ということで、よいしょ、でポーカーは1回ですね、こちらの分ね、はい、じゃあ参加します、ワン、ツー、スリーの反応ですね、はい、じゃあ、こちらで、本日発送できると思います。すぐやります。ちょっとレギュラーがちょっと片付けあるかもしれないですけど。はい、なるべく出せるようにすぐやりますので。はい、今年も1年ありがとうございました。一応30日まで営業してますので、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。